当人は、李氏朝鮮末期の仏教像。早くから、開花思想に目覚め、日本にも密交した、開花派の先駆者。総理当人と呼ばれることが多い。1870年代前半の事件で、すでに、日本に深い興味を持つに至っており、高架党事件の通訳を務めた、本願寺の僧侶、楓玄哲と信仰を結んだ。また、 花房吉室公子一行が交渉のために、高架島へ来るたびに、彼らの元を訪れ、日本人との交流を深めていった。1878年に、浄土新州大谷派が富山に、東本願寺別院を開いて、布教活動を開始すると、そこに出入りして、さらに、日本との人脈を開拓していった。また、仏教徒である、金玉金と知り合った。 1879年、李東人は、金玉金や、牧へ光、さらに花房講子らの支援を得て、日本に向けて、密出国した。日本に潜入してからは、京都、東本願寺に潜伏した。京都で、約半年間日本語を学んだ後に、東京に赴き、東本願寺の僧侶である、寺田福寿の紹介で、福沢諭吉の元を訪れ、その後も、 長野の偽名を用いて、たびたび、福沢邸に出入りした。また、日本の政治家、民間人だけでなく、アーネスト佐藤を訪ねて、英国の支援を求めた。佐藤は、李当人の人間性を信頼し、代理講師、ケネディの許可を得て、李当人を、英国の代理人に任命している。東京では、おさむしんとして来日していた、金光州とあって、信仰を結び、 1880年9月に一緒に帰国した。近江州の紹介で、貧妃のおいである貧縁欲を知り、その肝入りで、朝鮮国王構想に配越して、日本の国情と開国の必要なことを解き、構想の特別な長愛を受けた。1880年10月中日清志公司館、明に、米韓条約締結の圧戦を要請するために、来日。 1> 約1ヶ月間東京に滞在しながら、日本の指導者と接触して帰国した。1881年2月通り期、ストムガモン参謀官に任命され、新自遊ラン,ンと呼ばれる日本への視察団を派遣することを推進したが、同年3月頃に、朝鮮王朝の政権勢力によって暗殺された。やや孔慢の振る舞いがあったのが暗殺の原因とも、されている。 李東人は佐藤に対して、偽名の長屋の由来を、朝鮮から来た、野蛮人の意味だと述べている。当時朝鮮では、米英、仏、ロは、それぞれの理由で嫌われており、それに対して英国は、嫌悪感を持たれていないとの理由で、佐藤を尋ねたそうである。朝鮮王朝末期の、開花党に通説覆す、新研究登場朝鮮日報2017年8月13日。 ありがとうございます。